出たんですよ。はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、はい、皆さんこんばんは。月曜夜8時のお楽しみ、ジミーとイカしたアイス、いや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 、はいはい、ねえ、はい、まあ、すっかりですね、あの今日は大変人がたくさん来て、すごい賑やかだったのに、20人ぐらいね人いたのに ね、もうすっかりもうざーっとみんな、うん、もう涼しくなったもんだから今日厚着ですもんね。厚着ですよ、もう長袖でね。そうなんですよ、いつも T シャツなのにね、なんで、これこの時期がもう今年もう寒くなるまで、これはもうさ今日で最後ぐらいなんで、そうですね、暖かくなっちゃうから限界ですよ、ね、そうなんですよ。でこれまあ本当はシャツを引っ張ってやるかなと思ったんだけど、うんうん、これより派手なシャツはなかったっていう、負けちゃうね。そうですそうです。そうしたらゆういちさんいつもの、はい、あのお風呂でアホロの格好でもしてこれならかったらもういけるぞと思ったら、すげえ目がチカチカする予定だったのに、そうめっちゃ地味じゃないですか。すいません、ちょっと別の用事がありまして。いえいえ、でもね今日ちょっと固い話もねやるんでね、ちょっと固くしていきましょうか。いやでもなんか、というわけでね、はい、もう何の疑問もなく始まっちゃいましたけど、じゃじゃん、はいはいはい、第135回ゲストは、はい、目指せ焼津観光大使ゆういちさんです。イエーイ、よろしくお願いします。イエーイ、今日はね本当にもう焼津や、もう焼津だけじゃなくて藤枝や島田の人も絶対行かなきゃいけない場所を紹介しますんで、はい、行かなきゃいけない場所を紹介するんでね、はい、ぜひ楽しみにしていてください。はい、はい、答えはね最後そんなことない。いや割と最初に、割と最初に、まあ、ゆういちさんはね、はい、もう結構最近、はい、ね、いわゆる私の番組の野球界、あ、そう、先月ね、先月の野球特集、野球特集で出ましたよ、ね、この私らの他に2人ほど、ベイスターズファンがなんかもう好き勝手言ってましたけど、そう、僕はカープファンとしてね、広島カープファンとして出まして、はい、そしたらあの2人がなんだかのせいだせいでもなんでもないんだけど、ベイスターズめっちゃ調子いいんですよ。8連勝17年ぶり8連勝で、そう、びっくりした、で、いや2位にちゃんとカープがついてるわけですよ、うん、そう、カープは一応 0.5 ゲーム差で、ね、くっついてますから、はい、うん、そう、昨日僕横浜行ってまして、はい、もう湧いてる、その連勝に湧いてる横浜行って、もう負ければいいのにとかって、ね、横浜市民の前で営業でステージの時に言ってたんですけどね。それいいんですかそれギリギリ勝っちゃったね、本当ね。まあそうなんですよね、まあ、いいですいいです、まだまだシーズン始まったばかりなんで、まあね、長いですからね、楽しませていただいて、きっと巨人の皆さんにもチャンスはあると思います上から目線ですまあせいぜいね頑張っていただいて、巨人にも、いや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 、まだまだ始まったばかりですから、ね、はい、という、ゆういちさんなわけですが、はい、今回ね、目指せ焼津観光大使で、はい、いらしていただいてるわけですから、焼津観光情報、まあ、先日はね、焼津港祭りにもまあ出演させていただいて、はい、マグロ解体ショーの司会ですよやりましたねミュージシャン、私ミュージシャンいやでもなんか今まさにそうマグロ3枚におろしてますよ、どこが美味しいんですかとか言う、ね、皆さんマグロの種類4種類5種類分かりますみたいな ねやって、ミュージシャンとしての仕事を全うし、そう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 なんです、いや歌も歌ったけど、はい、はい、青木しおりちゃんおしりんね、SKE48 のメンバーで焼津市出身で、はい、焼津親善大使、はい、たまたまねプライベートで来てたんですよ、はい、そうプライベートで来てて、うん、あ、なんか裏にいるなと思って、はい、そしたら僕がステージ上がって、今からじゃ解体ショー始まりますっていう時に、スタッフの人がちょっとおしりん出てもらいますっていきなり言われて、でマグロクイズに参加してもらって、はい、初めて絡みました、ね、初対面おー、でプライベートで話したことなくて、ステージ上だけで話して、はい、でそのまま帰って、さようならで、もうなんか連絡先も交換せず、もちろん交換せず本当にね、ステージ上だけちょっと5分ぐらいね、はい、会いましたけどね、おそらくオシリン記憶に
まあね、残ってるといいんですけどね。あのアフロの人いたなみたいな、まあ、またねどっかで絡む、どっかで絡む、私もどっかで絡めるといいな、うん、そうですね、あのモヒカンの人いたなみたいな感じでね、はい、じわじわとこうやじ、まあ、お互いなんかね、うまいことやってこうそこら辺に、絡んでいきましょう、はい、ね、はい、さてそんなわけでですね、今日の話に、はい、行きましょうか、行きましょう、はい、今日はねこういうところ行ってきました。もうね、八重洲市民ならずとも、まあ、近隣、市町の方もね絶対行かなきゃいけない場所、シエールに行ってきたんですよ。シエール、シエール知ってる？シエール、あのねこれ去年、はい、リニューアルしましてね、はい、すごいいい施設になってるんだけど、っていうか何の施設なのか、シエール何ですかこの墨塗りはなんとか室、シエール放送しちゃいけない言葉が書いてあるんですかこれちょっとねやばいやつが、いやあのね、でもシエールってさ検索しても、はい、インターネットでさシエール焼津とかって検索してみてください、出てこないから、まあ、海エール焼津の間違いですかって出てくるの。ああ、もしかして、あでしょ、海エールが出てくるでしょ。海エールはね、あの海沿いにあるアクアス焼津の隣にあるさ、はい、2階がこう食べるところで、はい、1階が物産、はい、あそこよく行きますよ僕も、はい、お土産物買いにとかね、シエールねみんな知らないの、はい、何室でしょうと、こういう場所です。おババン、防災学習室、なんか、ね、はい、防災学習室、防災学習室シエール、はい、防災、そう防災学習室、でね、はい、まあどんなことやったかってね、まずちょっと画面で見てもらうのが一番わかりやすいので、はい、画面やります、はい、こちらですね。お、出ましたね、出ましたね、ああ私の顔がバッチリ隠れましたけども、今青木さん動きしました、今ですね、あ、はいはい、再生を、はい、地震体験ができるんですね。あ、ここ今揺れてますね、揺れてますね、座って今地震体験してる動画わかります。これ別にリアクション芸人としてのこう訓練してるわけじゃないじゃない、本当に、ま、マジすごい、マジグラグラしてます。座ってやったんですけど、はい、この地震体験っていうのが、できるようになってて、はい、これは面白いんですけど、東日本大震災、はい、これ震度何ぐらい、これ震度7、もうですね、はい、全然立てない、東日本大震災とか、はい、阪神大震災で熊本地震のいろんな地震を再現する動きな、はい、ただ昔のね地震体験者とかさ、震度6はこれですよ、はい、7これですよ、トラックみたいなのがこう、そう防災訓練とか来てましたけども、そうではなくて、これっていうのは、はい、もう何々地震はこんな揺れでしたっていうそのデータをもとに丸まんま再現してんの、横揺れ立て、そう震度だけじゃなくて、怖で、その時間軸もそう、はい、こういう揺れが来た後ちょっと収まったと思ったら次にこういう揺れが来ました、もうまさに体験できる。で、一応手すりがあってね、はいはい、手すりあって、まあ、最初立って、立って手すり持ってだったら、まあ、全然持ってなかったじゃないですかさっき、そう耐えられるんですよ、それは耐えられる全然、ね、そういうのはね、もうあの富士急でも行ってくれと、はい、そういうアトラクションとしてもなんか揺れるアトラクションからなっちゃう、でもそれを自分が今とかで、はい、こう生活している空間だと思って、はい、座ってみたんね、さっき、あ座ってみた、はい、座ってその震度7を体験すると、ええ、恐ろしいですよ、ほんとでしたね、うん、もうね、もう座ってる位置がずっとずれるから、あで、まあそういうね、体験ができる施設っていうのがあるんですが、まあ、はい、そのここ、こんな場所にね、まあ、行ってきました、はい、場所はね、イオンの近くにあのでかい消防署ありますよね、ありますね、はいはい、そこに併設しています、あ、そうなんですね、そう、くっついていて、ではいはい、その中には、ちょっとね、いろんなまあ学習できる、すごく綺麗でしょ、すごく綺麗で、で、防災グッズがいろいろ展示してあったりして、はい、でその防災グッズを使っ、あ、こういうね、備えをしてくださいっていう勉強ができるようになっていたり、で防災、一人災害ごっこができたりとかねいやこれ違う、なんか、はい、デモ隊みたいな人になってますけど防災グッズを使うことができたりね、はい、あと他にもね、こ、簡易トイレでね、こういう風に
あ、うん、っていうのを、まあ、見ることができるんですね、はい、で他にも、こうねちっちゃい消防車があってこう消防車に乗り込んでるね、オラオラオラってやることができたりとかいろいろね遊べあのインスタ映えインスタ映え、でねこのさっきのまあちょっと地震の体験の場所っていうのが、はい、なんと車椅子もの方も体験できるように、はい、昇降機もついてんの。あ、階段で上がんなきゃいけないじゃない、地震体験の場所、うん、地下にあの揺らす設備の上にあるから高いので階段で上がるんですけど、車椅子の方上がれないから、はい、車椅子の方もね、だって普段車椅子の生活してて地震が来たらどうな、どんだけ大変なのかっていうのを体感してもらいたいから昇降機がついてるんですよ、はい、その昇降機最初に使ったのはみんなが知っているあの人、焼津であの車椅子のための昇降機、はい、最初に使ったのは八重ちゃんでした。ああ八重ちゃんね階段上がれなかったから、まあまあ確かにね、あの足の長さ的に階段上がれないから八重先輩やるな、ね、最初にその昇降、まあ、最初かどうか知らないけど、あの八重津のね、はい、市の動画にちゃんと出てる、はい、八重ちゃんが地震体験してうわーって首がもげそうになってるやつが、ね、いや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 出てるんで、そうそれもね、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、でちょ、あ、ここにね、その想定東海地震とか、まあ、選べるようになってて、熊本地震とか、はいはい、その、うん、そのまんまの動きが再現されてるっていうのは本当リアリティがあって、ぜひね、座ってあの体験してほしい、はい、そうするともう家で座っててもあの揺れが来たらどうしようってね、ちょっと思い浮かべちゃうんですよね。そういうやっぱり想像することって大事だなって思いましてね、うんうん、で今日はその、まあ、シエールのことを、はい、いろいろねあの調べてというか、はい、来たんでご紹介したいと思います、いやそもそも私ら焼津市民ですけど、うん、そんな施設があるとは、まあ、正直知らなかったんですよ。ああそうですか、由紀さんなんで そのシエールのことを知るきっかけというか、そうあの観光協会に時々こう、はい、あ市場、はい、あの調査ですって言って遊びに行くんですね、はいはい、目指せ観光大使ですって、そう、はい、そしてこの前も行ったら、ああ、ゆういちさんあの新しいパンフレットまだ出してないんですけどあげますよとか言ってもらったりとかすごいそんな感じで結構よくしてもらってるんですけど、はい、そこにであったんですよ、防災学習室って、はい、あこれ知らなかったって言ったら、まあ、小学校とかではねあの見学に行くらしいんですよね、はい、大体小学4年生にそういう学習の期間があって、うんうん、そこで行くらしくって、はい、でちなみに、はい、ちょっとねこれクイズです、クイズじゃじゃんと、じゃじゃんと、焼津市がさっきのシエルは運営しています、県内の市町が運営する防災学習センター、他に何市何町が持っているでしょう、なんかありそうなところって、まあ、焼津市にある、焼津市にある、で静岡市はね持ってる、静岡県のね県防災学習ありますね、行ったことあります、はい、他の市町どこにあると、市でやってるとそういう防災学習のための施設、大きいとこはあるような気がしますけどね、実は、はい、あのね調べたら焼津だけなんです。そうなの、すごいでしょ、はい、だから本当ね近隣の市町の人はねそこに勉強しに行ってほしいっていうのはそういうことなんですよ、はい、焼津市にしかなくて、はい、でまあシエルはいつできたか、はい、ジミーさん知らなかったでしょ、知らなかったですよ、うん、知らなかったんですけど、あの去年リニューアルしたんですけども、できたのは平成11年1999年、結構前じゃないですか、そうなんですよ20年前なんですよ、はい、そんなあってずっとあってで、まあ、静岡県って、うん、もちろんもう皆さんご存知の通り防災意識は世界一、はい、めちゃめちゃ高いです、地域ですよね、はい、あの1978年に、はい、あの法律ができて、大規模地震対策特別措置法っていう法律ができて、それも静岡県が主導して作った法律なんですけどね、1978年ちょうど今から40年前、私小学生の頃でしたから、40年前って言うと分かりやすく言うと、そう僕たちがすごく可愛かった頃、まあそうですね、それぐらいにできた、そうですね、そこからだんだん僕たちが可愛くなくなっていく、その僕たちの可愛さと引き換えに、はい、静岡県がこう地震の整備をしていったってね、はあはあはあ、そう考えると引き換えだ
ったんだ。そう、分かりやすいですけど、おかげで静岡県が地震対策整備したおかげで僕たちがこうなった。なるほどなるほど、分かりやすい。そう考えるとこうなってしまったっていう、はい、なったっていうことなんですけどね、あのだから、はい、いいとして、はい、そう、静岡県自体がすごい、まあ、地震対策にお金かけてる、はい、でその中でも焼津ってすごいその地震対策、うん、あの意識が高くて、はい、あのまあ僕もそれは聞いた話で自分は体験してないけど、小学校の避難訓練、年10回もうバリバリやりましたよ、うん、あとあの小沢さん どちらでしたっけ、藤枝です。藤枝はそうだ、年に3回、そうなんだ、はい、登下校の時にヘルメットをかぶれっていうのありましたからね。あ、ジミさんが小学生の時に、はい、それはありましたね、あと防災頭巾を座布団として使用せよ、やりましたね。おお、え、座布団としてっていうのは防災頭巾を普段もう持ち歩いている、あの教室の椅子ってあるじゃないですか、くくりつけて座布団として使用してるんだけど、あれは防災訓練の時に取り出して防災頭巾としてかぶってグラウンドに行けと。ああ、ね、そうなんですね、はい、今もそうです。今もやってる。あ、そっか、あ、やっぱそれはね、はい、そういう風に静岡県、ゆうしさん広島の方ですけども、なんかそういうありました？年1回ですよ、うん、でそういう避難訓練って言って、まあ列になって出ていくって言っても慣れちゃいないし、全然 でも今その焼津の小学生なんてもう慣れたもんです。すごいその隊列、アリの行列みたいにさ、はい、バッと整って出ていくじゃない。いや、もう先生がストップウォッチで払ってますからね。そう、タイムレースみたいな感じでね。でしかもそのどんな時に災害が起こるかわからないから、うん、授業中の訓練やったり、はい、休憩時間中やったり、はい、登下校中やったりとかね、はい、そういろんな時間でやるんですよね、それだけ、まあ、その年10回っていうのは静岡県の中でもやっぱ一番多い方らしいですね、はい、焼津っていうのは、まあ、なのでそういうこともあったんでしょうね。その焼津だけにそういう防災学習室があって、うんうんうん、でまあその20年前にできたっていうんで、はい、やっぱりその東日本大震災とか、まあ、阪神・淡路大震災が起き、はい、あ、それは後かな、はい、まあ、そういうことでちょっと世の中の状況も変わってるから、 そうですね、それに合わせて去年リニューアルしたっていうことなんですね、はい、で焼津が防災意識高いっていうのの一つにこれがもう一個ちょっとねあるんですよ。こいつドローン、あードローン、あの一時期流行ったやつです、ね、そう、一時期って、まあ、はい、今もね活用されてますけども、これもね焼津だけ、はい、災害対策のドローン、災害対策ドローン、はい、これもね静岡県の中でも焼津だけが持ってるんですよ。おお、撮影用のドローンとかね、うん、ありますけど、はい、災害対策のドローンで、これちょうどねこの前の広報焼津出てました。おお、あのドローンですね、はい、浮き袋ね、海難救助のために浮き輪を持って、はい運んだりとかっていう、はい、災害対策のためにあるんですけど、うん、ちょっとクイズ、このドローン、はい、最高時速何キロでしょう。ドローン、ドローンテレビで見たことありますね、ブーンってやって、はい、まあ、ドローンレースとかもあるけど、そんなに速い印象ないですよね、うん、120キロ、それ速いですよ、120キロだったらもう車より速いぐらいですね、うん、実は、まあでもそれぐらい、108キロ、最高時速108キロで、あの映像を送るんですね、動画で送る、その伝送距離4キロって書いてあって、まあ、これイメージしにくいですね。あの焼津駅から高草山の頂上まで 3.7 キロぐらいです、はい、ってことつまり高草山の頂上で火事が起きた、はい、その状況を調べなきゃいけないっていう時に、はい、焼津駅からドローン飛ばしてそこまで映像を送ってきてくれる、はい、でしかもじゃあ108キロってその距離どんだけのスピードで行くか、2分半ですよ。2分半で高草山の頂上まで行ってくれるっていう、それが焼津のこの災害対策のドローン、超高性能ですね、うん、そう考えるとすごいでしょ、イメージすると。そんなものをね焼津は持ってるんで、もういつ火事起こしても大丈夫。いや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 、起こしちゃダメですよ、それダメか、山火事、もう山火事いつ起きても大丈夫、そういうわけじゃないですけどね、はい、で、あ、ちなみにねちょっとさっき僕が乗ってたねこのミニ消防車、はい、これ何のために置いてるでしょう。インスタ映えのためだけじゃないんですよ。なんか どこにでもやっぱり行けるようにとかですかね。そう、あの
あ、実際、それはできないらしいね。あの学習のためで一応全部エンジンもついてるから動くし、しかも給放水もできるようになってて、これはあの小学校とかに持ってってその防災学習をするときに実際に放水とかを子供に体験させるためのものらしいんですよ。ナンバープレートが一応本物じゃないので、これ812って焼津ってやってるんですけど、本物じゃないんで、あの公道は走れないんですけど、そういうもう後ろにもちゃんとスイッチがついてて、はい、あとサイレンも鳴らせるようになっててとかっていうのを子供にこう体験させるためのなるほどなるほど道具で、でいつもこれは置いてあるので実際に乗ったりとか、あのあ危ないですよ避けてくださいとかっていうのを遊びでできる、あなるほどようになってるんですね。そんなものも置いてあって、で、あこんなこと喋ってると結構時間過ぎますね。そうですね、あのまあ、ど真ん中にねこんなでっかいテーブルがあって、このテーブルにはあの焼津の地図があって、あの推定津波がどこまで行くかっていうね、そのパネルがあったりとか、もしあの大地震が来た時に津波の想定範囲っていうのを見ることができたり、周りには学習のためのボードがいろいろあって、地震が起きたらどうしよう、自分の身はまず守ろうとか、でその後どうすると、まず火を消そうとか、避難するためにドアを開けようとか、そういうのがまあ順を追って、で避難所での生活はこうなります、でそれを起きないためにどう備えましょうみたいなのをぐるーっと回りながら勉強できるようになってる。だから小学校4年生の子たちもそうやってもうメモを取って、はい、でそれをまた学校に帰って発表するっていう、そういう学習のね教材として使われてるようです。そんな場所なんですが、その中で一番人気の施設は何でしょう。おお、一番人気の施設はですね、はい、このジャングルジムですあ、ね、なんか防災に関係あるんですかこれそう、子供が来たらあの地震体験かこれに食いつくなるほどなってて、だからまあここにあの大人もねこうちゃんと乗れるようになってますね、こんな感じでね、めっちゃ楽しそうですよこれこんな感じで乗れるようになってて、であのチューブの滑り台があって、滑り台からこうやってあの僕もねこう出ましたけどもこういう感じでねあの、滑ることもできる、あのこうこの場所、まあ要はなんでこんなものがあるかって、はい、まあ遊ぶの楽しいんですよ、ただ防災ってその災害の備えいろいろありますけど、自らが体が強くならないと、その災害が起きた後乗り越えることってできないじゃないですか。単純なことを言うと、それこそ年配の方とかね、足腰が弱くて 歩いて段でつまずいてしまったりすると逃げることもできない、ね、そういうこともあるので、まあ体を防災害に備えて体を鍛えようという意味があるんですか、込められている。ええ、であの昔はねもっとこんなのばっかりだったら、あ、はい、あのパンチングマシーンとかがあって強くなろうみたいな、そういう施設だったんですよ、はいはい、でなんか災害といえばって地震、雷、火事、親父頑張れとかでよくわかんないパネルがあって、はあ、親父を倒そうと か、なんかそんな施設だったんですよ、リニューアルしたんですね。それはそれリニューアルして、もっと学習的要素がこう、はい、増しで、まあ、地震体験とか、まあ3D でね、はい、あの水害が起きた時どうかっていうのがあって、でもジャングルジマ残っている、そういう親父を倒そうの名残です、ね、親父を倒そうは一応なくなったんですけど、そんな施設ね、はい、行ってきましたんで、まあ皆さんぜひシエール覚えていただいて、はい、あのそのうちねちょっと焼津観光協会の、あのホームページにも記事書こうと思うん で、あそうです、ね、検索してちゃんとどういう施設か分かるようにしたいと思いますんで、はい、ぜひ行ってみてください。あこれはちょっとね行ってみないといけないですねこれね、はい、はい、いやーもう5分あと5分だって、はい、すごいですね。そんなんか、ゆうじちゃんの、はい、まあ、今後活動、そうですね、先日その K-MIX 静岡 FM のオーディションでちょっと賞をいただきまして、はい、そんな関係もあり、5月の9日、はい、夜やっているピンそばっていう番組
にあのゲストで出ることになりまして、夜8時の時間、まあ、ピンそばってねすごいの、今も全国の人がね聞いてんの。あ、そうなん、面白すぎて。おバカボン鬼塚さんっていう方がもともと静岡の出身、清水の方なんですけど、ずっと FM ナックファイブという埼玉の放送局で超人気 の、はい、あのパーソナリティの人がいて、はい、その人が地元静岡に戻ってきたんですよ去年、はい、でそこでもそのバカボン鬼塚さんとアナウンサーの女性高橋真奈さんの掛け合いがものすごく面白くて、もう全国の人が今聞いてる、はい、ラジコで、そんな番組に一応ゲストで出させていただくことになりました。素晴らしいですね、はい、5月9日、はい、そんな感じで、はいはい、ね、あと ライブや、まあ、営業などは、ね、あんまり静岡では歌わないんですけどそうなんですか、一回島田蓬莱の湯で歌わせていただくことがありますね、はい、5月に、はい、はい、そんな感じです。いつだか忘れちゃった。いやいやいや、まあ、まあ、皆さん観光大使ですから、ぜひまたね、いつでも歌いたいな。そうですね、はい、はい、私は、はい、あのいいかな、今度の金曜日、はい、20日に、静岡ストライクという私の主催イベントは、清水さんの主催イベント、もうバラエティーに富んだね、すごいですよ今回の、はい、今回の出演者は、はい、まずマイクアキラ。おっと、おー、ええ、いやいやいや、マイクアキラです。マイクアキラです。ちょっと真似しようと思って MC タボ君や、武田君彦さんは弾き語りで、うんうん、ゲストで以前出てくださいました、はい、非常にあの、ね、タボ君はイケメンだし、うん、君彦さんはもうものすごい実力派ですわ、で、まあ、私は津田院と、そしてザ・ミクロンズ。ミクロンズ、しびれちゃう、しびれちゃうですよ。はあ、僕は見てなかった、はい、すごいですよ。でもこの反応を見る限りすごいんですね、そうです。だからあの焼津テレビでゲストに出てくれて、なかなか凄まじい、みんな印象に残ってる、印象に残った人たちが揃っているというですね、非常にあの、まあ、エキサイティングなイベントになることが4月20日金曜日、はい、はい、そうなんですよね、えすごいです、楽しみですね、楽しみですね、あと5月にはね、なんか大きいライブにも、そうです、5月はダズバーというあの DJ クラブあのスペースで、うん、テクノプライマルという、はい、本当にコンピューターミュージックのすごいイベントがあって、うん、だからあのこうその月のこう注目ミュージシャンに津田院の、うん、バーンって出てるってすえらいことになっちゃってるっていうですね。それ事故じゃないですよね。大丈夫です。一応そうなんですけど、私らがびっくりしたって。そしてあの5月13日にあのサンドシャワークというエスパルズドリームプラザの、うんうん、あの施設のところにある、はい、あの500人ぐらい入るすごい大きいライブハウスがあるんですけど、そんな大きいとこあるんですね。あるんですよ、はい、そこにあの、まあ、FM 清水マリンパル の、うんうんうん、あの番組の企画 で、 やってる、そうです、はい、で、静岡 の、 あのミュージシャンたちが、うん、あの私の番組にも来てくれたパラレルドックスとか、うん、すごい、その日暮らしとか、お、はい、あと、ヤジテレビでおなじみ、うん、あの、はい、超有名アイドルユニット、うん、はい、チェリメロ、チェリメロが出ると、はい、出る、そして私たち津田院も出る、津田院も出ると、すごいですね、すごいです、ちょっと本当にチェリメロと同じイベントに出るのはおそらく初めてです、うん、最初で最後だね、いや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 、これからそんなことある、これからもう、ね、手に手を取って、ちょっと観光大使を目指しますよ、観光大使で僕行けるその日、多分、5月13日素晴らしい、行くからぜひ、はい、ぜひね、あの静岡県内では一番大きいライブハウスに、そんな、いやー、ちょっと楽しみだ、ヤジテレビでおなじみの人たちが大はしゃぎですわ、はい、かなり出演者も多かったですからね、すごい多いです、うん、ミュージックホリックというイベントなんですけども、はい、2時から、開場して、2時半に開演、うん、というですね、あの長い時間のあれなんで、はい、まあね、ドリームプラザを楽しみつつ、うん、そうね、いいですね、はい、観覧車乗りつつ、うん、あの海を見つつですね、行こう行こう、はい、うん、いらしていただけるといいかなと思いますので、はい、いやーもうね、どうなってしまうのか、ね、楽しみですね、そう、まあね、あのゆういちさんがね、あのいろんなところにこうね、顔をつないでくださるので、私もそれをこう、あとこうついていこうかな頑張ります、はい、頑張ります、つな、げるようにね、いいな、ピンそばいいだろう、いいな、キクディランいいだろう、頑張ります、もう付き人から始めさせてとんでもない、じゃあ最後これいきましょうか、はい、いきましょう、はい、ね、というわけで、はい、ヤイズテレビ CM バナースポンサー様の紹介です、はい、ペットの総合施
梅チャンネルの松原美里様、イエーイ、愛を歌う教会育ちのシンガーソングライター平様、イエーイ、平ウルトラ車検1万3000円静岡検索してください、イエーイ、1万3000円イエーイ、身につけるだけで体感アップテラスパワー様、イエーイ、テラスパワー、コスラ内臓セミナー回数決定脱様、はい、イエス、本日、はい、もう終わった、うん、楽しく色を学び活躍を色すごいプロデュースする、色がすごい、はい、カラーセラピーおうちスクールマハロ色様、イエス、はい、地域参加型テレビ、はい、掛川テレビ配信開始、はい、イエーイ、以上のスポンサー様のありがたいご提供のおかげで焼津テレビは細々続けております、ありがとうございます、ありがとうございます、というわけで、はい、地味と生かしたやつ今日の、まあ、レギュラーゲスト、はい、ということで目指せ焼津観光大使ゆいさんでした、シエールシエール、ありがとうございました、ありがとうございました、この後は最後の撮影会、もうちょっとそのままありがとうございました、ね、なんでシエールって言うんでしょうね、あ、そう、シエールって焼津弁、おあ、ウミエールと一緒の、あー、なるほど、できる、ええー、あ、可能、うん、